山谷恵理子君自由民主党山谷恵理子でございます大規模災害等における国政選挙について伺います憲法では衆議院議員の任期を4年参議院議員の任期を6年と規定しており任期が満了するときは公職選挙法の定めるところにより衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙を行うこととされ また、衆議院が解散されたときは、憲法第54条第1項の規定により、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行うことと,とされています。東日本大震災のときには、統一地方選挙等について、当初、期日通りの実施が困難と考えられたため、特例法を制定。 これにより、県と市町村57の団体が選挙を,期選挙選挙を期延期しました。一方、国政選挙にあたっては、憲法に照らして、これまで政府は国政選挙の期日を延期するとともに、国会議員の任期を延長することはできないものと考えるという答弁に終始してきています。えつまり どんな大規模災害時においても、国政選挙は公職選挙法の下で行われることとなると考えていると、もうあの木で、木あの花をくくったような答弁であります。大規模災害などの緊急事態下にあって、任期が来ていたり、解散中であったとき、また国政選挙の直前に発生して、事実上、選挙ができない事態であったとき、国会機能を維持し、国民を救う万全の体制が取れなくなります。 国政選挙においても期日通りに実施できなくなる場合を想定して、憲法上の問題としてどうしても検討が必要であります。例えば平成24年3月、緊急事態に対する憲法の問題に関する質問主意書が近藤光恵元衆議院議員から出されています。緊急事態か衆議院議員が選出されない場合、参政権は保障されていると考えるかという質問に対して、 答弁ですが、衆議院が解散されたときは、憲法第54条第1項の規定により、解散の日から40日以内に衆議院選議員の選総選挙を行うこととされており、緊急事態においても公職選挙法の下で有権者の投票ができる限り確保されるべきものと考えるという答弁なんですね。できないいいいととにににどううするるか聞てのにです、ね、もっと ましな答弁はできないものなんでしょうか。答弁をお願いします。総務省実業政局選挙部長森源次君、答えを申し上げます。あの国会議員の任期につきましては、委員ご指摘のとおり、衆議院議員は憲法第四十五条において四年、参議院議員は憲法第四十六条において六年とそれぞれ規定をされておりまして。 憲法上ここれらを延期する規定がないいところでございま,すまた、これらの任期が満了するときには、公職選挙法の定めるところによりまして、衆議院議員総選挙または参議院議員通常選挙を行うこととされ、また、衆議院が解散されたときは、憲法第54条第1項の規定により、解散の日から40日内に総選挙を行うことと規定をされているところでございます。そ,そして、公職選挙法第57条におきましては、 あの転載その他避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときまたはさらに投票を行う必要があるときは選挙管理委員会はさらに期日を定めて投票を行わせなければならないとされておるところでございまして当初の公示で定められた期日に投票を行うことができない地域においては道場の規定により当初の 選挙期日後に投票を行うことととなるこころでございます、まあこのような公職選挙法上の繰延べ投票の制度もあるところでございまして、私どもとしてはあの同様の答弁になりまして、恐縮でございますが、総務省、中央選挙管理会、各都道府県選管、および各市町村選管が、互いに協力しながら、その管理執行に全力を尽くしていくことになるというふうに考えているところでございます山谷え理子君。 まあの国政選挙、国会議員の身分に関することなので、政府答弁としては、もうそれが精一杯で精越なので、ちゃんとした答弁は逆に言えばできないと、また憲法問題でもあるからできないということだというふうに思います、受け止めました。平成27年4月、私が防災大臣を務めていたときですけれども、 シミュレーションをしてくださった代議士がおられまして、非常に詳しい丁寧なシミュレーションでございましたで、それによりますと、南海トラフのようなケースは、最大ケースで選挙の実施が困難となる選挙区が衆議院で135人、参議院で71人に影響する。 また首都直下地震では、最大で衆議院で111人に、また参議院で63人に影響が出るということでありまして、これを私はしっかり受け止めましたけれども、しかし、防災大臣として、防災に関しては責任を持って当たりますが、ここ、国政選挙、任期延長、憲法問題については、責任を超えておりますので、え、ー 27年の平成27年の10月にですね官邸にこれは憲法問題であるから検討してほしいということをですねあの申しました、依頼しました、その後、もやもやした状態なんですけれども、松野官房長官、今のようなやり取りを聞いて、またえ憲法問題として検討してほしいと官邸に依頼した過去ということも踏まえまして、何か見解ありましたらお示しください。 松野内閣官官房長官山谷先生にお答えをさせていただきます総務省の政府参考人から答弁があったとおり、現行憲法の下では、大規模災害が発生した場合に、国政選挙の選挙期日を延期するとともに、国会議員の任期を延長することはできないものとなった。 ておりますしたがってこれを前提として公職選挙法の下で選挙が執行されることとなると考えております、まあ、いずれにしても憲法上の問題につきましては憲法審査会において各党各会派でご議論をいただくべくものと考えております山谷恵理子君 はいあのこれはま時の権力が恣意的に決められるものでもなく憲法問題であるということでありまして与党しっかりとですねあの国民を守るために議論を進めていかねばならぬことというふうに考えておりますえ次に国民を守る国民保護法について伺いますえウクライナの状況を見てこのところ国民の皆様から えー、有事の際に日本は国民をどう救うのか、守れるのかという質問を受けます。えー、国民保護法の下、お国民を守る状況、どうなっているのか、まず国民保護法の説明からお願いします内閣官房内閣審議官、澤田史郎君。 お答えいたします国民保護法は、武力攻撃事態等におきまして、武力攻撃からいかにして国民やその生活を守るかという視点にとって定められたものでございます。具体的には国、地方公共団体等の責務国、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害の被害の最小化などについて定めております。 これらを定めることによりまして、国全体として万全の体制を整備し、もって国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的といたしております山谷え理子君。 有事にきちんと避難するためには、命令に従ってもらう体制を作らなければなりません、国民保護法ではできないのではないでしょうか、避難命令や社会秩序維持のための強制力、政府の指揮監督権は曖昧だというふうに思っておりますけれども、どうですか、その辺は内閣官房、澤田審議官。 住民の避難につきましては、国の対策本部長の避難措置の指示を受けまして、都道府県知事が住民に対して避難の指示を行うことといたしております。国民保護法第54条に基づきます避難の指示でございますが、当該指示を受けた住民に対して避難を行うべき法律上の義務を生じさせるものでございますが、この法律上の解釈といたしましては、避難の指示に従わない住民を強制的に 避難させることはしないものとされております避難の指示に従わない住民に対しましては、自らの生命、身体の保護のための避難を行うよう、説得に努めることとなるものでございます山谷恵理子君、はい、あ子やはり命令ができないと、あくまで要請であるということでありまして、これもです、ね、やはりさらに考えていく私たちの宿題だというふうに思っております。 地方公共団体、指定公共機関相互の連携実施万全を期さなければなりません、都道府県基本方針に基づき計画作成、また都道府県市町村国民保護協議会立ち上げていますが、これちゃんと機能しているんでしょうか、そしてまた自衛隊、警察、消防庁、自治体、国民の協力体制、どのくらいできているのか、お知らせください。 内閣官官房沢田審議官お答えいたします国民の保護に関する基本指針を踏まえまして、指定行政機関、すなわち各省庁において、国民保護計画を作成するとともに、都道府県および市町村において、国民保護協議会を設置し、そこに諮問した上で、国民保護計画を作成しております。また指定公共機関及び 指定地方公共機関においても国民保護業務計画を作成いたしておりますこれらの計画におきまして平素の組織体制や緊急時の人員体制を含めた組織運営のほか関係機関と連携方法等を定めております国民保護訓練を重ねることなどによりまして武力攻撃事態等が発生した場合には関係機関が必要な体制をとし 相互に連携ができるよう、万全の備えをいたしておるところでございます山谷絵理子君。 あの現場、いろいろ調べてみると、万全の態勢とはまだまだ言えないと思いますし、松野官房長官もですねえ先月、危機感をもっとです持ってですね住民避難訓練、これまでえ国と地方公共団体、共同で行われたのは29か所でありますから、これをきちんと再開していくということをおっしゃられました、どのような計画で、またどのような課題があると今、ご認識ですか松野内閣官房長官。 お答えをさせていただきます国が地方自治体と共同で行う弾道ミサイルを想定した住民避難訓練につきましては平成30年6月以降実施を見合わせてきましたが本年に入り北朝鮮から弾道ミサイル等が高い頻度で発射されていること3月24日のミサイルは これまでの事例のうち、最も我が国に近い落下のうちの一つであったことなどを踏まえ、この度訓練を再開することとしたところであります。現在、希望する地方自治体を公募中でありますが、できるだけ多く応募をいただき、訓練を実施していきたいと考えています。また、国と地方自治体が共同で行う訓練で得られたノウハウを周知することなどによりまして、 地方自治体単独ででの訓練も広く実施されるよう取り組んまた J アラートにつきましては過去の訓練も踏まえ定期的な J アラートを通じた全国一斉情報伝達試験を実施するなど正常に動作させるために必要な取り組みを日々行っているところであります国民の安全安心のためこうした住民避難訓練や J アラートの整備などの取り組みをしっかりと進めてまいりたいと考えております 山谷恵理子君、はい、あの自民党でもいろいろ議論をしておりまして、地下施設指定済み、何箇所、そしてそこにはちゃんと生物・化学兵器、核が搭載されたミサイルが飛んできた場合に、フィルタリングの設備があるのか、水や食料、どのぐらいあるのか、また輸送等々の力がちゃんとあるのか、等々を議論しているところでありますけれども。 地下施設指定済みの今の整備状況、そして国民にです、ね、あの内閣官房の国民保護ポータルサイトはありますけれども、まあ、それのまあ周知徹底とか、さらにきめ細かくしていくとか、その辺についてはお考え、えー、お示しください内閣官房、澤田審議官。お答えいたします。 現在、国民保護法に基づきまして、避難施設としまして、弾道ミサイル等の攻撃の爆風等から被害の、直接の被害を軽減するための避難施設の整備をしてきております。大変これらは 地下施設へ避難することは大変有効と認識をしております。政府におきましては、こうした緊急一時避難施設の指定を促進すべく、令和3年度から集中的な取り組み期間といたしまして、指定権者である都道府県等に働きかけをいたしております。地下施設の指定につきましては 施設全体が約5万箇所ある中で、地下施設の指定につきましては、昨年の4月現在で1200 箇所4でございましたが、えー、この取り組みによりまして、多くの指定都市におきまして、地下施設、地下街、大規模地下道が新たに指定されるなど、大きな成果を上げてきているものと、えー、考えております。いずれにしましても、これらの地下施設の整備の促進、そして、えー、訓練の充実に努めてまいりたいと考えております山谷恵理子君。 はい、あの体制整備強化、あ急いでほしいというふうに思いますけれ。思いますし、また住民避難訓練ですね。あの、きめ細かく、たくさんの地域で地域間格差出ないようにお願いしたいと思います。増野官房長官、ありがとうございました。増野官房長官、ご退席い結構です。ええ、続いて、えー、幼児教育について、えー、お伺いします。 えー、保育園認定子ども園幼稚園栄養士管理栄養士など保育幼児教育など現場で働く方への処遇改善実施により令和4年2月から9月までの間月額実質9千円程度の引き上げがなされています岸田総理が掲げる分配戦略の大きな柱です令和3年人事院勧告により令和4年4月から 工程価格が0.9%減額されている分についても、9月までは上乗せ補助されているところですが、10月以降はこの部分についてどうなるのか、検討状況を教えてください内閣府子ども・子育て本部統括官、藤原智子君。 答え申し上げます、えー、保育士等処遇改善臨時特例事業でございますけれども、あの補正予算により本年2月から前倒しをして実施をした上で、本年10月以降については、肯定価格の見直し等により措置をすることとしております。あの委員ご指摘のとおり、あの人令和3年の人事院勧告への対応につきましては、令和4年度から肯定価格の人件費について、0.9%程度の厳格改定を行った上で、 令和3年度の補正予算におきまして、本年4月から9月までの間、人事院勧告影響の減額相当額も含めて補助を行っているところでございます。ご指摘になりました本年10月以降の工定価格見直しにつきましては、本年夏の人事院勧告の状況も見つつ、3%程度の引き上げが継続されるように対応を検討してまいります。 山谷恵理子君、はい、あの10月からどうなるのか、現場を回ると不安の声が上がっております、まあ、形は違っても継続するということで考えていいわけですね、えまたあの、一時預かり、延長保育、子育て支援拠点の担当者など、働き方によって不公平が生じている現実もあります、現場の皆さん、大変なご,くあのご努力の中でお働きでございますので、目配りをよろしくお願いいたします。 えまたですね、あの幼児教育の質を支える幼稚園教養保育士。力量のある幼稚園教諭等を確保するためにも。えー、さらなる処遇改善、えー、そしてまた配置基準の改善など、どう考えてますか。す赤池内閣府副大臣。山谷委員にお答えをいたします。委員御指摘の通り、教育保育の質の向上には。 幼稚園教諭や保育士の確保や研修機会の充実などによる支出の向上が重要であり、そのためにもさらなる処遇改善や職員配置の改善に取り組む必要があると考えております。現状、保育士や幼稚園教諭等の給与が他の職種に比べて低い状況にあり、その人材確保に向けて処遇改善に取り組む必要があることから、これまで平成25年度以降の累次の改善による月額4万4千に加え、 平成29年度からは技能、経験に応じた月額最大4万円の処遇改善を実施してきたところでございます。これらに加え、先ほど参考人から答弁があったとおり、昨年の経済対策に基づき、成長と分配の好循環を起動するための分配戦略として、保育、幼児教育など現場で働く方々の収入を3%程度、月額9000円引き上げるための措置を行っております。 その継続に向けても、補正予算により、本年2月の前倒しを実施した上で、本年10月以降も肯定価格の見直し等により、阻止することとしております。今後の具体的な職務改善の方向性については、肯定価格評価検討委員会の中間整理を踏まえて、職種ごとに仕事の内容に比して適正な水準まで賃金が引き上がり、 必要な人材が確保されるといった観点から、関係省庁と連携して検討してまいりたいと存じます。また、職員配置の改善については、3歳児までの配置改善に関して、平成27年度から取り組んでおります。一方で1、1歳児、4、5歳児の配,配置改善についてはいわゆる、 兆円超の質の向上事項とされており、現在のところ未実施となっているところであります。昨年末の閣議決定された基本方針において、子ども政策を強力に進めるために必要な安定財源に確保については、政府を挙げて国民各層の理解を得ながら、社会全体でのひし負担の在り方を含め、幅広く検討を進め、確保に努めていくこととしており、子ども家庭庁の創設にあたっても、1歳児、4、5歳児の配置改善など、 0.3兆円超の事項についても、引き続き、委員各委のご指導をいただきながら、財源確保に努めてまいりたいと存じます山谷恵理子君、はいあの。私学助成を受けるが取り残されることがないように、また政府の取り組みしていただきたいと思いますし、要保障の連携、また質を高めていく体制整備、よろしくお願いいたします。ありがとうございました Так